2042年 LBX はタイニーオービット社から子供用玩具として発売された。玩具とは思えない存在感で空前の大ヒットとなる。だがその性能がゆえに危険なおもちゃと言われ発売中止に。しかしその後普及した未来の箱強化ダンボールによって LBX は新たなる戦いの場を得たのである。ダンボールの中だけで戦うことを許された彼は LBX のことを人はダンボール戦記と呼ぶ。世界一を決める舞台にぴったりだな。きっと世界中からとびっきり強い LBX プレイヤーたちが集まってるんだろうな。そう考えただけでもなんかワクワクするな。ああ、俺たちも気合い入れていかねえとな。見て、ジンよ。カイドウ、ジン、間違いなく最強の敵ね。チッ、相変わらず透かしてやがるぜ。ジン、俺はお前と戦いたい。そしてお前に勝ってみせる。おいおい、熱くなるのはいいけど、まずは初戦突破しねえとな。なんたってアルテミスなんだから。ああ、わかってるさ。 LBX 世界一をかけた大会、アルテミス、 LBX プレイヤーにとっては最高の夢の舞台。でもこの戦いは世界一を決めるだけの戦いじゃない。ああ、まさかこんなことになるなんてな。まさかこんなことになるなんて。今俺たちの肩に世界の運命がかかっていた。そう、あの日から全ては始まったんだ。あの小さなマシンに出会ったあの日から。との出会い。
痛そうだ。逃亡者を確保しろ。待て、もっと奥だ。ヤナミさん、申し訳ありません。まずいことになったな。やはりあの中には例のものが。ああ、あのケースの中身が公になれば大変なことになる。エージェントを総動員して何としても回収するのだ。はっ。もうあたりを引き返せない。捕まるわけにはいかない。絶対に。博士。みんな、バトルやろうぜ。遅れてごめん。バン、いらっしゃい。今日は遅かったじゃないか。あ、店長、サキさん、こんにちは。バン、何してたんだ。ごめん、エルマガの今週号出てたからさ、本屋に寄ってきたんだ。しまった、今日発売日だっけ。バンも来たことだし、お前たちにいいものを見せてやるぜ。面白いもんがあるんだ。見ろ、今日入荷した新型の LBX だ。うわぁ、すげぇ。白い LBX フレームか、イケてんじゃん。アキレス。アーマーフレームのみのパッケージか。コアスケルトンがないと使えないな。でもデザインとか素敵じゃない。タイニーオービット製か。でもこれ今週のエルマガの新製品情報に載ってなかったけど、なんで？そうなんだよ、妙なんだ。問屋から新製品だと言って回ってきたんだが、どのカタログにも載ってないんだ。じゃあ、超レアものってことかな。すげえ、欲しい。無理無理、どうせお前のお財布事情では買えないし、お前の母ちゃんも LBX やるの許してくれっこないだろ。うぅ、だよな。でも近いうちに手に入れてやる。健闘を祈るよ。で、今日もやるんだろ、 LBX バトル。やる。じゃあ気を取り直してバトルやろうぜ。ああ、バン、バトルの準備早くしろよ。準備できたら俺に声かけてくれ。よし、やるか。ステージの強化段ボールはバッチリ調整済みだよ。いいか、勝負はスタンダードレギュレーションだ。分かってるさ、フィニッシュは破壊なしだね。こっちも了解。バン、悪いが今日の勝負は俺がいただくぜ。へっ、こっちだって負けないさ。行くぞ、バトル開始だ。
で行くぜ。勝利は渡さない。戦闘終了。よし。